へいへいへい、こんなんやっていこうかい。そこそこやかいよ。中堅なれよ、ほんま。俺もうだいぶあれやろ。きついやろ。きついやろ。渡部街道。金魚街道。あ、あれだったら特殊能力増えるんかな、もしかしたら。でもなんであいつ消えたん、下がってはないやろ、あのダイナソーとか。確かにな、よくわからん、それについても。謎すぎるやろ。わかりま先生。わかりま先生。ダイナソー。いいぞ。でるてん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 。このマネージャーもうすぐ卒業じゃん。まあな。マネージャー卒業したら、あんま変わらへんもん、見た目だけやろ。かまへんがな。お、変化量。いいぞ。いいやん。大丈夫、変化量。中堅取れて上がっとかなきついぞ。転がせってあかんらしいな、あれ。入ったやろ、パワーとかに。やろうな、俺こ左右されへんらしい。あ、普通にゴーとかってもあかんらしいな、あれが。ただ転がるだけやろ。そうそうそう。確率的に言うたら、そういうことやな。ヒットなら確率はゴーではないってことやろ。そういうことやな。あ、卒業や。もう卒業ないな。早いなー。てかもうすぐ新入生やん。そうやな。中堅とかなんか誰やん。やばい。マジで。きついきついきつい。変態かよ、めっちゃ球早いやん。もう誰だ、フォークもう一回磨いときたいな。こいつめっちゃエグなってっけやん、変化量は。仮面、弾放ってたな。150キロ超えたやろ。とりあえずこいつは変化球磨いとくか。てれてん。見ました。てんてん、弾道、まあ、2の方がええんか。まあ、まだ無理やろ。お任せになったよ、こいつ。パワーとりあえず、もくろみかパワーアップ。わざで。ダイナソーもそろそろもう打てるようになるはずなんけどな。信頼度が問題あるな。結構いい感じで上がっていっけどな、もう。スラック2番やから、ニート確実にヒットだけ狙っていくっていう走力と、あれで。2番の系譜やろ。うん。関野の系譜、ついだもんな、あいつ。関野ほんまやばかったかな、あいつ。変態が、これな、9キロいってん。ホームランは別にな、正味な。たまに出てもね、ヒットやと思うね、やっぱ基本は。うん、え、ああ、それね。ほうほうほう。戦績ポイント使えば。そんだけ投手生まれるかや。まあ、序盤やからな、言うてもまだ。まあ、3年目か4年目やろ、これ。だ一番強いのは、転生で変態仮面とか転生になったらやばいの。ああ、やばいな。ああいうのが転生できたら、ほんまに強いわけやろ。強い戦士作って、それを転生させたらやばいってことやろ。転生 したらやろ。うん。でもさ、ありえるからな、ほんまに。卒業や。メンタルトレーニング。ほんまありえるからな、ほんまに。特訓もまだあれやん。ああ、卒業や。ちょ、スカルできるだけ上げとこ、最後。そらな。懐かしい、卒業生、いざ、ここに伝説のメンバー揃っとうかな。関野と神田高校黄金期。若林や。ボールってごっつなんだよ。めっちゃ悪いな。金魚の若大将。スカウトや。やばいな、スカウト。ほんま、プライク選手は、白崎みぞと社員。岡部。関野おるやん。5割やん。金魚の燃えろとこ。こいつやばいな。やばい、5割って。こいつやばい。打点を上げすぎやろ。赤池。赤池もやばいけどな、結構。パン屋さん。石塚もやばいけどな、成績だけ見たら。そうやな。ただあれなのな、もう3人しか入られんだ、多分これ。そうやろな。だから次4人になるやろ、多分。それかあれ、強豪校ごとに決まっとんじゃん、あの、ランクごとに。強豪校やったら結構。長い149キロやもんな。ザコいな。もうやろ、これで。うん。てれまあ、当面俺多分正直10年目以降やと思うで、ほんまに選手できるの。10年目け。うん。そっからやろ。そっからですわ。てれれれ。オッケー、頑張るで。ごっついメンツやな、1年生、ほんま。4ないんか。お、マジで。きつ。つら。くわー、フランキー。つらすぎるやろ。オッケーぞ。とりあえずスカウト上げとくべきやな。
信頼度が低すぎるねん、全員。多すぎはいけそうやけど、もう。いや、掴んでる。これ、金属ってあるんかな？まあ、あるんちゃう。どうなの？わからん。とりあえず一回、ほんま、甲子園行ってみたいな。強豪校行きたい。ランクを。いや、行くしかないやろ。今、そこそこやろ。中堅でもないもんな。とりあえず、だから早くな。カードいるねん。練習試合の。確かに。今5万しかないもんな、カード。きつい。正直言ってきつい。黄金世代はもう一回再び呼び起こすんけ。せめてとりあえず甲子園ほんま出場せなんか次の年。またダイナソーの年は微妙やから、まあ、言って俺2年後だけで期待しとん、俺は。あー、ダイナソーな。微妙すぎるや、年が。微妙かったな。信頼度大事やから、能力。あいつ。高くても信頼度低かったら打てへんからな。レアな特殊能力ゲットしたかと思ってあれやったもんな。そうやね。クソやったやろ。クソやったな。なんか変わってもたな、また。おしえさん持ってこい。やおや。やおやさん。ベンチプレス。肩力。球速測定。あ、これ絶対ええやつやな。だって黄色の練習やもん。やばいな。でも緑とかありそうやな。うん。あれやろ、絶対。赤かな。赤かな。一応絶対なんかやばいやつあれやろ。赤とかあれやろ。ほ、欲しいや。欲しい。欲しい。149キロ。ダイナソーだいぶ強なったわけな、オールシーやから。また、信頼度が低いか分からんけど、全然打てへんけどな。お、150キロいったやん。おー、新入生来るで。来たで。もう一気にいたろかい。バント練習行け。さてさてね。誰が来るのかな？だ、中堅で迎えたかった、ここ。そらな。多分ちゃうやろ、これ中堅で迎えるか迎えへんかで。絶対ちゃうやろ。数が。てるじゃん。前中堅ちゃうかったっけ、でも。前中堅やった気するな。3年生、天才肌入ってほしいな。きつい。いや、おるやろ、それ1匹ぐらい。いや、わからへんやろ。お、ロマロの彼女どういうことやねん。ロマロのレズかよ、あいつ。レズやろな。レズ説あるな。どんなやつくらいやな。トゥトゥートゥトゥートゥこの、8! 運命の。お、お人増えていくよ、毎年これ多分。あ、そうかな。勝手に増えて、今日は勝手になる。頼むわ天才肌来い。いや俺絶対おるわ。打者におってほしいな。打者の天才よ。おらへんやん。えマジで天才おらへんぽい。変化球。でもこいつは育てなあかんわけやもんな。天才おらんぞ。おい、うわ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 、マジでおった。天才プロや。誰のプロやねんこれ。誰やこれお前。よえなんかこんな特殊能力持っとってたおらんかったっけ。覚えてへんわ。弱え。弱すぎるやろ、これ。まあ、弱すぎはないけど。まあ、でも、正平気に乗るわ。上がっとこう。上がっとこうで、普通に。ほら。強いけど、確かに、こいつら。なるほど。天性弱すぎひん。天性めっちゃ弱いな。天性めっちゃ弱い。プルヒッターつけとうっていう。サード。立花秀夫。こいつでも、サブボジめっちゃ持っとんぞ。ほんまやな。どこでも守れないこいつ。まあ、そういう意味では結構ええかもな。未来左打ち。左打ちか。まあ、早急 FI から、セカンドぐらい守らしとくのが一番無難かもな。セカンドの経験。セカンドがファーストで。俺めっちゃサポート持っとんな。うん、持っとんな。まあ、打撃力は無駄に高い。西尾とか結構ええけどな、うん。うん、これ。パラメーター。うん、これ強いな。ローボールヒッター持っとしな。ピッチャーはまあまあ、微妙やったな。微妙やな、ピッチャーはほんまに。正直。逃げ球か。ヤシの力が高いしな、これじゃん、無駄に。無駄に高い。なんなん、これは。知らん。マジか、森野か。誰やん。誰しようかな。お前思いつかんな。パッと。誰がおるっけ、あと。覚えてへんわ。シュートけ。おお。誰かおるかな、ほんまに。とりあえず。なんかいろいろおった気がするけどな。まあまあいいかも。ガロンドロフとかおったけどな。でもファーストって感じやろ、ガノンドロフ。シュートゲームズでいいか。もう覚えてへんから、誰も。シュート、まあ、前さんが思い出したってええわ。とりあえず。俺な、誰やったっけ、あと。まあ、シュートやろ、とりあえず。でー、でーれー、でーれーれー。顔げ。小6か中1ある確か。
小6か中1やったらこれかな。全然じゃんやろ俺。これ言っとこう一回。これでシュート、まあ、あとはもう正直これ名前つけるようなレベルのやつおらんけどな。あーもうええかじゃあ。正直ええやろこいつら。もうここあんま期待できんやろ。期待できん世代やな、ほんまに。なんか期待できん世代入っていってもだな、まあこういうところを経て強まっていくからな学校っていうのは。まあそうやな、監督さんも長い目で見なあかんやろやっぱり。シュート、おい、男やん、男これ。僕田原と申しますって。お絶対あかん、こいつあかんわ。え、なんなんあのマネージャー。語れんのこのマネージャーでは。くっそ気持ち悪いやん。無理やろ、こんなマネージャー勝てるわけないんけ。お前あんなやる気出えへんやろ、マネージャー一番大事や。V も絶対やる気出えへんと思うよあれやったら。おプレイ勝つん、お、来た、ナイス、うん、いいね。あれめっちゃええな、おいいね。次絶対勝ちたいやん。しょれ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 、そろそろ買っていきたい。大事で道具欲しいしな。もう一回一個一個勝ちを積み重ね、これが一番大事ですよ。戦績ポイントどんどん貯めてな、大事ですからね。よっしゃ、極こう急速めっちゃ上げるやつやな。絶対したら5キロぐらい上がるやろ多分。よしよしいいぞ。お、うわ急速上がってきた。へい、練習効果アップ。一来い一来い一来い。菅原、くそ、何あれ、誰あ、スカウトや。あ、ほんまや、あれあれなんかな、プロに近づくんかな。そら行くやろ、新米スカウトやろ。ダイナソウニクラ、誰やニクラって。新入便か、スカウト指立て、スカウト来いよ。特殊なこれ使えよ。おお、いいね。岡野。お、一緒なんや。まあ一緒やな。これの回数増えるだけやん。山根。山根3人やねん、こいつ評価低すぎるやろ。ちょっぴり。微妙や。まあ意味あるんか、あれも一応。まあ、ないよりマシなんじゃん。スカウトか。一歩掘り込めるのあれや。まあ、やっぱできればプロが一番いいな、やっぱり。そらな。能力めっちゃ上がるやろ、多分あれ、プロ。上がるやろな、全部もらえるからな。全体的に強化する2番持ってこいやな。え、女子だな、マジでめっちゃええやん。誰や野球が OB ってもあのメガネで若林っぽかったな。うん、まあ、関のぐらい持ってたけど一番。関のインテリアクザみたいな顔した。やだなあいつ。あいつの天才っぷり半端ない、最強だからなあいつ。あいつほぼほぼ打っとったよ。あいつはほんまに一般人の鏡やと思うよ、ほんまに。一般人の、お、一般人が成り上がったやつはないと、ほんまに。150キロいったやな。誰もあいつに期待してんかったよ、まず元は。変化球行くよ、そろそろ160キロぐらい行きたいけどな。160キロ、もう変化球いらんやろ、こんなんあったら。まあええか、チェンジアップぐらい1個もう出しとってもいいけどな。来たけ、チェンジアップ覚えるか分からんもんね。でもこれもうランダムやね、これ。球速アップでやろ、そういったらお任せやめた方がいいやろ。スタミナとか上げとかの先発上位として。まあ、スタミナやろな。そう、基本的にスタミナやからな。全部一番いるなんて。で、キャッチャー大事やからな。未来を見せなあかん。見せとでもだいぶ。ほう、まあ、これは多分全員もミートでいいと思うね。大器シュート弾道高いからな、シュート。高っ、ポジション的には多分一番どこでも守れるから、こいつ。それは多分ええと思うやんな、これ。ミート上げていった方がやろな。まあ、ミートやるな、基本無難にな。ベアンアップ総力遅いなこいつ、ほんまくそやなこいつ。遊撃手じゃないでこいつ、肩悪すぎやろ。もうすぐパワーでも A 行くよなこいつ。遊撃手肩悪ない全員。いや遊撃手本来あれやで、あいつが守っとうかな。 あいつ変態か、変態が守っとうか大丈夫や。あいつやばいもんな。まあ遊撃手は天才が守るポジションやからな、基本的には。そうやな、センスの一番センスあるやつが守るポジションやから。もうダンドアップさしようかこれ、とりあえず。変態抜けたらほんま一気に終わるやろな。またもうダイナス一番バッターとしてのあれはあれやけど、まあもうとりあえず俺はもうミートアップ狙いに行こうかな。レッド、レッド吉田もまだミートやいるな。ニグラ、まあ、この辺はもう万能というか弾道やろ全員。それ弾道に上げとくの大事やろ全員の。まあヒットそっから始まるからな。弾道は絶対いる、弾道大事やろ。はい、試合みたいわ。まあ、とにかくヒットで繋いでいくっていうのがやっぱ基本やからな。まあ、コツコツあれやろ、コツコツやっていくのが基本になってくるから。一発狙いじゃ無理やろ。プロ行きたい、プロ行きたい、プロ行きたい。
デレデレデデデデン。よっしゃ、ええぞええぞ。土良くなってくれよ、もっと。はい、戦術ポイント使って、機材変えて。1、2、3、4。よっしゃ！オッケーオッケー。まあ、戦績ポイントだけどな。どっちでもええやんか、そんなもんや。戦術言われたから。ちょ、イライラした。どっちでもええ。一瞬だけ。そんなもんどっちでもええね。一瞬だけイライラした。イライラさせたろか？もうそのお前の顔汚れたけどイライラしよう、自分。えこっちゃん、ええぞ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 。えは逆に行け。若林なしょ。若林苦労したやな。結婚してへんわ林。苦労したわ。林プロで苦労するタイプはもうで伸び悩む。伸び悩むやろあいつは。関野行くんけ。おうスター後輩やろあいつ。でも元からな、弾道下がったっていうのでかいな。シュートさすがやな。シュートほんま。うん、なれらへんのわけないやろ。サラリーマン何意味があるやろ。サラリーマンってやってみたいんちゃう。まあこれなるからな。でもこっちにどっちにしようなるやろな。プロ行くやろ絶対。そうやね、プロ行くやろなこいつ。でもこうフランキーやろ。フランキー。まあ基本はもう年いったやつやっていくべきやろあれは。そうだな。うん、そうせなプロ入らへんやん。一人でも多くのやつを入れなあかんやろ。掘り込んだらなあかんやろ一人でも。おしゃ公式戦もうすぐやろ。6月から始まるんか7月か。ピジュンベンチプレイス。おーおー、ええやん。めっちゃ上がるやんけ。めっちゃ上がるやんベンチプレイス。人数が多いからな。あなた来てるだけなのかもしれない。もしかしたらおそいつくレッドじゃん。もう大杉一応確実に入れとくやろ。ドラフト入れたら多分ええやろ。まあ入れた方がやる絶対。上の方ドラフト行った方絶対ええのになるやろ多分。絶対5位とかで1位の方がいいやろ。まあなと思うから。だんだん上がった。お、上がったぞロマロンド。変化方向は上がるな。変化量、まあ、言うても結構練習しようからな。そんなスイ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 上がらへんな。でも変化量、うん、投手の前どれ上げたらいいんか今じゃ分からん。うら万能に上げるべきなんじゃやっぱり。万能にいけ、まあ、特化でも思うけどな。150キロ打てへんやろ多分。無理やろ。無理っぽいけどな。150キロの投手でもほんま打てへんやろ絶対。無理や普通の生の。無理絶対。そうなんか学力アップしたらアイテム使える数増えるみたいなのが書いてあったんやけど昔。増えたもんね学力。超スローボールとかこれめっちゃやんけ。これ例えばあ無理なんや。下がったんやけど学力が上がればなんかみたいな書いてあったんやけどちゃうかな。まあ無理じゃんまだ分からんけど。まあいいか。でれれれめっちゃ部員だけ多いな。いや大事だな。これそうは熱いのほんま大事だけど。まあな結構応援とかするもんこれいるからな。いるな。そう人数がいるねんどっちにしろ。だから結局部員数が多くないと。そう総合力上がったら強くなるからなチーム自体が。まあ、誰が伸びてくるか分からん。そう層の厚さ大事だからな。151キロ。下目がくんもあれやな。横もうすぐ上がりそうだから横磨いとくから。テレレテレレテレレテレテレテレ横け横溝警備急速がバガリングだったな。やっぱりそりゃそうか。もう151やからな。パワーもうすぐ A 行くやな。まあとりあえずこれミートアップがほんほんミート結構高いな。だいぶ高なったよ。元から全員高いやなこいつら。もう B ぐらい行くやん全員。楽勝でいけるもんなすぐ。これ結構テレテー普通のモブキャラなんやけど。お急速上がった。いや早っさっき全然溜まってかったのに。うそほんま一瞬やったよ。結構あれすぐ溜まるやなポイントって。おうわ真ん中プロおるな。真ん中やろプロ行きたい。ベンチプレイスベンチプレイスよっしゃ力。おお力やっぱ。うまい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 。雨にも負けず、ええ、風にも負けず雪の降る冷たい朝にも負けぬ丈夫な精神力を持ち握力はなく決して怒らず。はっ、ほやらレイ握力強化。おーやっぱパワーなんや。ほうほうほう人数多いからめっちゃ上がったように見えるわほんま。おーええやん。んお
お、上がった、早急や。直ってん。確か早急赤やったら確かあいつ。直ったやん。直ったっぽいな。めっちゃおるやん。占い師ばっかりやけどさ。占い師な。あんまやせたへん。ええぞ、ええぞ、ええぞ。終わりたくないな。もうちょっとやりたかったな。終わりか。試合までやってんじゃん。試合結構もうすぐやと思うで。試合までやって長いやろ。それ。まあ、一旦、終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。